減税運動に向けた第一歩忖度メディアを乗り越えろ週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオこの番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの 藤トシ編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組ですこんばんは京都大学の藤井聡ですこんばんはアシスタントの吉田直央ですいやー消費税10%に上がりましたね上がりました上がっちゃいましたね <laughs> ついに、ね、とうとうでテレビではもうあの軽減税率ややこしいってねいやもう本当にややこしいですうんこの話多いですね、うん、5?8? 三ウェットティッシュはどっちえ、ティッシュとウェットティッシュ違うのええ、何これ持って帰ったらどうなんのみたいな。栄養ドリンクとエナジードリンクとかね。どっちやリポビタンデーとオロナミンシ、どっちがナンパーみたいなね。まあ、これまああるんですよ。こう、あるんですけどね。全部腹立ちますけどね。はい。でも本質は、これで経済がダメになっていくっていう話なんですよね。で、これね、 ややこしいけど、そのややこしさのおかげで、経済がダメにならないで、僕たちの賃金が上がっていくんやったら、僕はね、まあそのややこしいのも,も辛抱したっても、まあ、ええかなと。うん,うん。例えば食料品全部ゼロパーやとかね。なんかそんな、とか話とかやったら。まあひょっとしたら減税になりますから、トータルね。なん、はい、からまあ全体ようなるなっていう話。じゃ辛抱しようかなっていう気になるんですけど、こんなややこしいことやっても、うん、もうやけ石に水どころか、やけ石に2回からスポイトの水ぐらいですからね。<laughs> 当たるかどうか分からんし、当たっても自由言うとるわ、みたいな。まあ、そんな話ですから、はい、ほとんどもうなんか何の意味もないですよね。だからまあ今必要なのは、減税運動だと。はい。ね、これこの間もお話ししました。で、やり方はまあ、二つあると。一つは、税率を8%に戻す。あるいは5%に下げる。ね、こんな手口もありますこれは主にまあ野党の皆さんが主張されている方法だし、もう一つは、 軽減税率を逆手に取ってですね、はい、もう全品目軽減税率対象品だとか言って、はい、これもう法律的には一行ピロッと書いたら終わりというね、うん、スーパーウルトラシーまああるいはこれあの100万円以下はもう全部消費税率5%やとかね、うん、もうこんなんやったら実質上すさまじい減税ですからねそうですねで法律ちょっとこう変えるだけで すぐできる。すぐできるっていうね。与党ですら、まあそういう方向の議論は本来できるはずなんですよね。はい、で、これ、僕が出たテレビ番組とかラジオ番組でまあそんな話、まあそれしてたわけですよ、ずっとね。で、それがなかなか、まあできてない。うん、わけですよ。こ出てきてないっていう世の中にこう、知られてなくて。ね<ー>ー本当に。そ、ね、んなに言ってるんだ。そう、ここではね、ほんまめちゃくちゃ言ってますけども、だから減税運動を、 やってかなあかんわけですけどやっぱり最初の最大の障害はマスコミなんですね<う>マスコミでちゃんと喋らせてくれないんだからうんうん真実をねそうそう KBS 京都さんはしっかりとこんな尺を30分もいただいても、はい、涙がちょちょけるぐらい感謝してますけれどもやっぱりマスコミをはちゃんと報道しなきゃ、はい、今日はねそんなマスコミの問題をお話ししたいと思います、はい、聞けば今の日本がよくわかる30分午後10時までお付き合いください この番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社国交観光バス株式会社の提供でお送りします週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ 今日のテーマは減税運動に向けた第一歩忖度メディアを乗り越えろはい減税やらな日本の未来はありませんまあこれはまあ消費税よねこう減税であってこれ皆さん何度も話したことでありますけどはいそれでいろんなことやらなきませんけど、はい、まず最初にね今日はね皆さんに分かっていただきたいのはメディアは信用 しないでねっていう、うん、<laughs> 何も真実ばかりではないないですよ全部嘘っちゅうわけじゃないですけど、うん、あの嘘が紛れてますからでここが重要ですけど本当が入ってないことが山ほどありますから我々のなんて言うか言論業界でよ,よく言うのはね彼らにはね報道の自由と報道しない自由を持ってるんですよ報道しない自由そうそうそうだって消費税を増税すると日本経済は悪ゃはなりますよとか あの今日本経済がすごく疲弊してるのは消費増税のせいですよって真実ですよ、うん、これはもう科学的学術的にも歪めようのない真実なんですよでも彼らはそれを報道しない自由を持ってるんですよこれほどしちゃちょっと官邸が叱られちゃうかもなーみたいなああ政府から怒られちゃったらちょっとやばいからちょっと放送するのやめとっかなーみたいなちょっとこう自分の保身のためにそう,そうそうそういうことですこれやっちゃ 言ったらうちの会社行かれるかもしれないからちょっとこうカットしとかねてやべえよなみたいなのが山ほどあるんですよでね実際このどんなメカニズムでそんな忖度が働いてるのかというのを今日はねちょっと改めてまとめてきました三つします第一まずね新聞の軽減税率ああはい皆さん知ってあります食料品は軽減税率です、はい、それはよろしいわプラス、うん、新聞も軽減税率なの どういうことですかなん、いつから生活必需品になったんや、お前みたいな。正直それよりも水の方が大切ですよ。でしょはい。水道水口に入れるやんけと。はい、うん。そっちの方が必需やないかと。うん。水がなかったら死んでるし。新聞お皿とか引っ越するとき来るもんやと別になんか他のもんでもええし。はい。新聞やノートもええわけですよ。はい。ところがこれ新聞が軽減税率の対象になっているのはなんでかっていうと、新聞に お,いお前ちゃんんとと消費増税反対すんなよと、うん、分かってるやろうなあという忖度を働かさせてやろうという意図が政府にあるとしか思えないもう言ってるのと一緒じゃないですかほ、うんで、ね、新聞の方も「<laughs> えわかりましたじゃちょっとこう反対するのちょっとやめておきます」みたいな、うん、だって「産経」から「朝日」までもう某政党の機関紙を除くと全ての新聞が、うん「 もう全部もう「消費増税賛成」「増税ダメ」なんて書いてること見たことないないでしょだからもうここの時点でもうだから僕らの声は新聞に載らなくなってるわけですよでね新聞に載るやつってある種権威がつきますし新聞に載ってないやつっていうのはなんかちょっと邪説じゃないかと思われる節があるわけですよだからね権力機構なんですよ新聞というのはうだから新聞に我々が常に載らないことを通して消費増税反対論というものが逆にディスられるっていうかねはい こうなんか権威のないものとして貶められるっていう効果があるわけですよ本当のこと言ってるのにね,ねでさらに言うとねあのー、大手新聞社さんって大手テレビ局さんのスポンサーというか、うん、関係が深いわけですはい、はい、だから大手テレビ局さんっていうのは大体大手新聞社とつながってるからテレビ局さんの方も増税反対は言いにくいということになってるわけですねだから新聞もテレビも増税反対って言いにくくなってるわけですよ じゃあ、その、うん、ま、テレビ局の中でも、新聞社の中でも、うん、絶対、嫌やな、とか、思ってる人いっぱいいますよ、ねうんうん。いますよ、僕。山ほど知り合いますもん。もうみんな言うてますよ。藤井さん増税やばいっすね。って、もうちょっと頭のいい記者なんかでみんなそう思ってますよ。うん、スタッフがかって、いや、なんとか、そういう増税反対のところでやりたいんですけどね。てんてんてんなんですよ。そのてんてんてんを進めてほしい。ね、このてんてんてんができないメカニズム2をまたさらにご紹介しましょう。はい。メカニズム2。最近のね、 大手新聞社とかね、うん、大手テレビ局の経営陣はね、総理とか官房長官と食事するんですよ。そうなんですか総理との会食は多いですね。ええー。これね、昔はなかったんですって。これ言っていいんですかいいです。おお<ー>。だって公表されてんちゃいますかね。あ、そうなんですかうん。だって全員じゃないですからね。だから経営陣で誰が誰とっていうわけじゃないですけど、うん、そのだって別に食事ぐらいしますやん。 総理になって食事する自由はあるしまあそれはそうですそのメディアの人だって食事する自由はもちろんありますからねでもね昔はしなかっったんですって<ー>やっぱりそれをやると報道が歪むから権力からは距離を置くと。うんうん で、実際ね、あの、メディアで権力から距離を置くのは常識になってて、僕、例えば産経新聞で正論っていうね、コラムのコーナーがあって、僕ずっとコラム書いてたんですけど、内閣官房参与になった時に、あ、政府の方には、あの、書いていただかないことになってますので、って言って、うんうん、あの、辞めましたからね。ああ、そうですか。だから、から常識なんですよ。あんまりね、その、官邸というか、政府と、こう、ベタベタしないのが、うんうん、これはね、あのー、メディア機関としての見識なんですけど、それもだいぶなくなりつつあるんですよね。 でそうなるとその社長に忖度をするデスクとか部長とか課長とかいるじゃないですか。はい、あ,あそっかあんまりちょっとたいてあかんねんな政府ってなるそしたら現場もそういう課長やらデスクやらの圧力を受けますから結局「どうでしたらあかんね決まってますやん」いうやつでも書けないんですよねその記事ってなるんですよ。 藤井さんね、出そうと思ったんですけど、ちょっと没なったんですよ、とかね。無用モードありますよ。すごい、歯がゆいですね、そ,その方たちも。いや、藤井さんの話ね、出すのはちょっとね、まずいんですけど、なんとか両論兵器で、あの、もう藤井さんと逆の人、とりあえず置いといたら藤井さん乗せれるので、いうことをやられるんですよ。<はあ S 1> で、両論で出たら、どっち方たちかみんな分からないじゃないですか。そうですね。で、しかも僕はもう異端の意見として紹介されるから、あ、こんなアホも怨念なになるわけですよ。うわー。 かき,かき消されちゃうんですね。すってことで、あのー、メディアが歪む理由2は刑事、うん、が今も総理とかとねその政府の重要な人とこう会食をするようになっちゃったと。これはね本当きつい話ですよね。はい、2> お2つ目。で3つ目これはねもう安倍内閣だけが関係してるわけじゃなくて昔からなんですけれども財務省がメディアに圧力をかけています。断、うん、断言これ、ね、断言 これね僕ね財務省のメディアに対する圧力研究をやりましたから<う>京都大学大学院博士課程の学位論文で研究しましたから財務省が客観的に圧力をかけていると判断できるかどうかという仮説を検証したところ完全に黒うわー完全に黒真っ黒真っ黒 <laughs> でどういうふうに圧力をかけているかっていうと一つは情報がもらえなくなるんですよほう財務省に気に入らないことを書いたり報道したりするとはい その記者クラブから締め出されてしまったり財務省からの情報が入らなくなるんですよ、はあそれはまあ仕事としてはそうそうでね,ですねこれ財務省って最強の政府機関ですからこっからの情報が入ってこなくなるとそのメディア機関は大打撃を受けるんですよでよその新聞全部載ってるのにうちだけ載ってないということがずっと続くとこれ営業にも影響してきますから、うん、でこれに屈するんですよメディアはだから財務省はあんま怒らさんとこうと。 常に忖度して、ハラハラ付き合っていると。まさに天下のいじめっ子じゃないですか。そうです、そうです。で、しかも、こうやって情報やらんぞと、あのお前においしい餌やらんぞだけじゃなくて、財務省にとって嫌なことするでしょ、はい、そしたら、財務省には査察権というのがあって、はあ、税務署もついてますから、あそこの組織行って、あいつらのなんか脱税してるかどうか調べてこいと。うわー。査察を回す そしたらね、査察ってね、これ一回入ったらね、はい、どんな大企業でも、まあなんかあるんですよ。うん、悪意がなくったって500円の領収書つけ忘れてたとかね。まあ人間ですからねか。人間のすよ。なんかミスとかがあったり、うん、それでもうこれええやろうと思ってた、ダークっていうかこのグレーなところのやつとかもあったりする、これまあいけてたしっていうところ、ほんでちょっと査察が入って厳しめにやられたらこれアウトやと、うん、なったりするんですよ。だからね、財務省批判をやると、これね、査察が入るとよくあるんですよ。 これはね、現場の声で聞いてますから。で、これも検証したんですからで京都大学のホームページにこの学位論文載ってますから。はい。ってことでね、だから、あの、軽減税率でアメをこうやる。ほれで、あと、経営陣とこう、うまく結託する。二つ目。で、三つ目は、メやるだけじゃなくて、なんか悪いことをしとったら、こう、鞭をこう、こう振るうと。いうことを通して、メディアをこう、支配下に収めてるんですよね。なんか、今の話を聞くと、うんうん、メディアは、うん、 悪者ではないなって、こう、もう、そうせざる追えないんだなっていうのがちょっと思てきました、ねうんね。なるほどね。メディアもちょっとかわいそうなところがあると。そう、言いたいのに、まあちょっとそうすることによって会社がこう壊れてしまうかもしれないっていうところがあるのかな。でもね、報道機関は普通の営利企業じゃないんだから、うんはい、公的正義を。 守らないといけないいいとけですから民主主義っていうのはメディアで守られてるわけですから、はい、こうちゃんとや,やってもらわなあかんわけですそうですねでもこう歪められてると、うん、でこう歪められてるのはこんなんがあったんですよ先々週ですけど羽鳥慎一の「モーニングショー」出てまあ増税すると日本経済はボロボロです安倍内閣は5%パーから10%パーに上げた結果サラリーマン級は1%パーも下がってますこんな内閣は戦後初です、うん、こんな話ここでいつもしてるじゃないですかはい しかもこの「おうでっせえ!」言って関西弁丸出しでね「はい、おかしいですやん!」ってすごい怒ってやってますよ熱を持ってね,ねでこれ東京の番組じゃないですか、はい、で朝やしなんかまあこう主婦の方とかびっくりしたら困るし大阪弁怖いかもしれんしね <laughs> すごい僕的には冷静に「あ、えー、っとあの消費税が上げられるともうダメなんですこんなんのは言語道断ですね」とか、うん、僕はこれねすごい心で怒ってますけども全然こう怒らないようにもうちょっと行っても行けんちゃうかぐらいの、うん だけど、あとツイッターでこれがね、なんかこれバズったわけですよ。あはい。バズったツイッター見てると、こんなんです。賃金が下がったのは消費増税が原因。総理を名指しで批判したのはテレビで見たのは初めてかもしれない。うん。え、どんなテレビやねん。<laughs> <う> <laughs> 初めてって、東京の人間、これ東京の人らでしょうからね、多分多くが。東京の人ら何見さされてんねん、みたいな。うん。あれは、カン以外の日本人何見さされてて、今まで、みたいな。はい。 関西で僕れ正義の味方で喋ったりこれ KBS で喋ってるの結構普通の話じゃないですかはいこれちょっとよそで喋ったら「初めて見ました」ってちょっとちょっと怯えてるんですね <laughs> そうなんですよ、えー、安倍政権の間違いをここまでボロクソに全員が発する番組久々に見た<ー>いやそんなことないんちゃうみたいなね<ー>だって普通の話しかしてないし、うん、でさらにね最後こんなこと言われて僕なんかこれあ僕やばいの?」ってちょっと逆にビビったぐらい 藤井氏ここまで顔を出して言い切るのがすごい他の関係者の方々も後に続いてほしい何 <laughs> 俺暗殺されるわけみたいないやもうなんかここだけ見ると本当に編集長やばい <laughs>、ね、ってなっちゃいますでしょ、うん、これめっちゃ普通のこと言ってるのに、はい、もうこんなことになってるんですよ僕が出てるところは僕はまあ頑張るから、うん、ちょっとこうスタッフも含めて、まあ、普通のこと言いましょうとこう解けてるところはありますけどよそ解けてないんですよ <laughs> だからねメディアにねだ黙されだらきませんよとそういうねマスコミのくだらなさを歌った一曲です山下達郎の Hey Reporter クライテリオン藤井聡の「アルガママラジオ」山下達郎で「ヘイリポーターお届けしました、ね、1982年の達郎のアルバム、まあ、最も有名なアルバムの一つですね「FORU」の一曲これ「FORU」ってすごいね「s p a r k l i ングから始まるね あの高気圧ガールとかね真夏の曲でものすごいあの代表的な作品なんですよ、はい、夏をずっと描いた爽やかな一曲だけどうしてお前」みたいなこれ全然ぽくないですよねそう僕もねこんな曲達郎の曲もうこの曲ぐらいしか知らないなんか声もちょっとねそうちょっとだみ声な感じでこう歌うってう、うん、これこの曲はねテレビのくだらなさをずっと歌ってるんですよへえ<ー>、ね これ八十年の頃、これね、多分ね、あのう、梨本さんとかの、このイメージを考えながら。歌ってんじゃろうなって思う、梨本さんでっ,ってます、テレビリポー、ーあ、知らないか。梨本さん。んあの男性の。男性の、性の古い。ここら辺に。そうそうそう、なんかほ、ほくろがある、ほくろがでっかいね。わ <laughs> かりました。わ、ね、かりました。こういうやつがいつも、三時で会いましょうとかね。はい。アフターヌーンショーとかあったんですよ、八十年代。そこでも、くったらない芸能ゴシップば。 かりやっとっとててねそれを見てた達郎がなんです、えー、なかなかね80年代のねこの表現の自由さが現れてこんなことです鎖腐りかけの奥様が飛び起きるスキャンダルをしたり顔して見せつけてやれ。いいですね。奥様腐りかけてますね。<ー> <laughs> ね、これすごいですね。で、ね、心をこじ開けて弱みにつけ込んで脅して持ち上げてなんて愉快な世の中。 でもさっっき言ってたことそのままんですね,ねなんかもう、しょうもないメディアの野郎ども、こんなことばっかりしやがってっていう、まあ、話でね、これ達郎のこの憤りがこう分かるんですけど、これ意外とね、これ、考えてみたらね、あれ今のメディアって忖度しすぎて、これもやってないんちゃうかみたいな。ああ例えばね、ジャニーさんのいろんな噂ありますやん。うん 亡くなったから言ってちょこちょこっとは出てますけども、はい、ほとんど報道しないでしょしないですねあれね80年代とか70年代ともうちょっと違うたかもしれませんよねポエとかあの進次郎大臣はいはいあれネットではめちゃくちゃディスられてるでしょ今環境大臣、ね、環境大臣はいもうずーっとポエム言うとってね <laughs> あで、ね、ついに環境政策行政がセクシーや言い出してね言ってました セクシーな環境ってお前。あれ何ですか石炭はセクシーじゃないでしょ。<laughs> そんな、何の話してんねんお前。あの場でね言ったって、もうめちゃくちゃなんですよ。も僕はもう東京の文化保存のラジオでブロックス言ってありましたけどね。ブロックス言ってあるのに信じるの何やこれはお前。こ,このガキはお前 <laughs> みたいな感じで。言いましたけど、テレビはね、どっちかっていうとね、うん、弁護してるんですよ。ああ<ー>。びっくりしました。どう弁護すんねんと。うん。 セクシーや言うてるのに。例えばね、なんか美人、東大出身の美人政治評論家も、もう名前出すの無投資家やめときますけど、なんか私みたいなラスミにしるの、なんかちょっと綺麗な人がいるんですよ。はい。で、その人が、セクシーなんて別に構わないわよ、みたいな。ほー。なんでやねんですよ。これね、ちょっと改めて解説します。信じるはね、it's gonna be sexy って言ったの。gotta be sexy <お>。ほう。it's got up, g ってね、これはね、めっちゃ原因な言い方なんですよ。わら とかね、はい、ゴナとかね、ガタとかね、下品な言い方なんです要するに、えー、このイルカのビィセクシーっていうのは、それってよエロいんすよっていう言い方なんですよ。うわ、軽っ。そう、それね、<laughs> やっぱエロいんすよね。っていうときに使うのがガタとか、そのアメリカのなんかこうティーンとかが、あの下品な。 バーとかでなんか安い酒,酒飲みながらこう労働者がなんかああそれおかしいよなー何言ってんだよっていう時に使うのがガタビーなんですよ、えー、だから大臣があの記者会見の場でガタを使いながらしかもセクシーって言ったんですから外人はびっくりしたんですよなんじゃこいつと思ってだから外人のメディアバッシングしたんですよ 東大でのインテリぐらいやったらそれぐらい分かるよお前ですよどうやったら弁護できんねんですようんそうですよねそれぐらいねだからねなんか政府に忖度をするような空気に東京はもうなってしもってるんですよだからね少なくともね「ヘイレポーターぐらいのレポート活動はジャーナリズムとしてできるぐらいのレベルにまずは到達してもらえたやつね今の日本のメディアは「週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ」KBS 京都からお送りしています そそろそろ終わりりの時間が近づいいてまいりました、はいはい、このラジオのこの「クライテリオンも」もこれ KBS さんというマスメディアですし「はい、かつクライテリオン」っていう雑誌ですかこれマスメディアですよでもね我々はこびませんこびないこれはね圧力がかかるほど大きな組織じゃないっていうのが、ね、クライテリオンはねっていうところはありますけれどもクライテリオンはこびないだからもう増税して日本がダメになるというこのタイミングで、うん、でクライテリオンも始まってもう。 1>, 1年10ヶ月、まあ、2年近く経ってますから、まあ、いろんな政策論、増税の問題とか外交の問題とかしてきましたですけど、そろそろね、やっぱりね、この増税して日本がダメになるというこのタイミングで、いよいよね、政権をね、冷静に、適正に批評しようと。ほう。題してね、今準備してます特集号が、えー、っと、来週発売ですけど、来週金曜かな、発売ですけど、安倍晋三、この空虚な器。これが 特集でこれを出版いたします<う>、うん、ついに名前がど、うんとで安倍さんのこの6年間を多角的に希望しようと、はい、これあの決してあの誹謗中傷しようとかね、はい、するのではなくて安倍晋三という政治家が一体どういう政治家なのかそして安倍政権というものが一体どういうものなのかということをあくまでも思想的に言論的に掘り下げようと。 で元参与としてのこの視野での話もいやそれはもうないいででですすそれははもう当然なな参与としての視野ではなくて、うん、あくまでも一言論人として安倍内閣安倍晋三総理というのを評価しようと批評しようと<ー>で今日本で最も忖度なく適正公正に批評されるべき人物は安倍総理ですから、はい、そこはやっぱり言論士としてしっかりと適正に批評しようというふうに考えています。ななかなかこれも熱い はい、お話になりそうですね、はい、交互期待ということでではその絶賛発売中の前の号ですね有権、はい、者クライテリオンもインターネットから購入できますインターネットでは1割引きの定期購読もね,、はい、ねありますからしかもこの安倍晋三この空気の器この特集号も予約もいただけますし定期購読いただければお届けいたしますからね、はい、よろしくお願いします、はい、また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしておりますメールアドレスは 藤井アットマーク k b s ト京都までですよろしくお願いいたします、はい、それでは編集長今週もありがとうございましたはいどうもありがとうございましたそれではまた来週もますます忖度なく元気にやっていきますから、はい、来週月曜日午後9時半までさようなら,ならこの番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社 国交観光バス株式会社の提供でお送りしました〉